変わらず。ミンク。ついてこい。適当に座ってろ。久しぶりだな、青葉。なあ。レンは元気か？ここにいる。あの後修復したのか？そっちは新しい機体なのか？同じ型の新品だ。 AI だけ差し替えた。
AI ってあのバイクから取り出したってことか。そうだ。それに機体とともに新しい名前をもらった。名前？ルラカンという。ルラカン、どういう意味だ？風を操る神の名前らしい。ミンクがつけてくれたのか。ああ。いい名前だな。確かにいい名前だ。普段は相変わらず、おいお前鳥だがな。まあ新しい名前は俺としてもなかなか気に入っている。ありがとう。よくこんなところまで見つけ出したもんだな。すごいだろ。さっきも言ったが、ただのバカだ。いいんだよ、バカでも何でも。あんたに会えたんだから。また殴られに来たのか。殴られるのはちょっと困るけど、でもあんた理由もなく殴らないだろう。今は俺を殴る理由なんてないだろうし。ここまでつけ回されて鬱陶しいってのは理由にならねえのか。そんなくだらない理由で手あげるやつだったっけか、あんた。
お前が来ていると分かった時からしばらくここを離れようかとも考えた。え、なんで？ここはあんたの家？そうだ。この家はずっとこの場所に？東栄がこの地を去った後に建てたものだ。一人で住んでるのか？ああ。タワーから脱出した後はずっとここにいたのか？そうだ。どうして？俺の居場所は他にはない。死ぬつもりだったはずが、あいつが余計な世話を焼き上がったから仕方なくここにいるだけだ。あんたはあの時オーバルタワーで東栄を殺して自分も死ぬつもりだったんだよな。それがあんたの目的だった。そうだよな。ああ。俺あんたとまた会えてすごく嬉しい。もう二度と会えないって思ってたから。本当にすげえ嬉しいんだけど、あの時のあんたの意志はすごく固かった。俺がスクラップできなくて弾き出されるくらい、あんたは死ぬことしか考えてなくて、生きる意志がなかった。生きるって選択肢を初めから放棄してた。そのあんたが今この場所を選んだってことはきっと何か意味があるんだよな。なぜそれを聞く？俺が知りたいからだよ。他に理由なんてない。俺はあんたを知るためにここまで来た。そしてあんたは俺の前に姿を見せた。それってあんたが俺に質問の答えを教えてくれるのと同じ意味なんじゃないのか？めちゃくちゃな理屈だな。姿を見せるのと質問の答えを教えるのとは別の話だろう。だったら最初から姿を見せなきゃいい。中途半端に情けをかけといてやっぱりやめますなんて偽善っぽいの。
好きじゃねえだろ、あんた。そういうのが何よりも相手を傷つけるって、あんたはよくわかってる。そんなことするくらいなら、最初から切り捨てるはずだ。ずいぶん言うようになったもんだな。あんたの。格上だよ。死の先に何があるか考えたことはあるか？死の先に？俺はその先には何もないと思っていた。死んだら魂は神に召され、肉体としての生は終わるのだと。タワーが崩壊した後、自分がまだ生きていると知ったとき、俺はその場で自害しようとした。神の身元へ行くために。だが、やめた。自分が生きていることに何か、その答えは未だに出ていないが、お前のスクラップは、魂が囚われている概念を殺すことで、その力は俺にとって脅威だった。死の先には何もないと思ったが、死とは生と同じく尊いものだ。全ての命に平等に訪れる死とは、魂が神の身元へ行くための近道である。それが俺たち一族の考え方だ。